回は月に1回、稲部町に在住する一人暮らしの高齢者宅にお弁当を届ける活動を行っているランチサービス若葉をご紹介します。設立のきっかけは、役場の方からね、一人暮らしのところへおやつを持って行って、そのおやつがもういらんって言われて、どうしたらいいやろうという相談があって、そしたら一遍のご飯でもどう、お弁当にしたらということで、でお弁当にしました。昭和53年から食生活の推進活動を行っている代表の正木文子さん87歳。15人のメンバーの皆さんは正木さんのことを先生と呼び慕っています。料理はね、食会で覚えてやってたんですけどね。でね、初めは食生活と一緒に来てたんですけれども、独立しましてランチサービス若葉というのに変えました。もう17、18年になります。皆さんどのような思いでお弁当作りに励んでいるのでしょうか。口に合うようなものを作って、一食でも喜んでもらえばいいかなという気持ちでやっております。今日はね、弾みましてね、一足早いおせち料理にしました。まあ一つ早いけれども、その味合いをしていただこうかなという気持ちで心を込めて作りました。お弁当には手紙も添えられます。お弁当をお渡しするときに心のこもったことも書かんと味わってもらえんかなというので、いろんなことを書いてお出しするんです。ボランティアはね、してあげるではなくてさせていただく方ですので、みんなが仲良く和気あいあいと心を込めて作っております。皆さん一緒に私たちとお弁当作りしませんか。待ってます。